セバスチアン・バーク・ハードスランは、ドイツ出身の教育者、プログラマー、ロボット開発者、そして、コンピュータ科学者である。グーグルの副総裁、フェローであり、スタンフォード大学のコンピュータ科学で、非常勤研究教授を務めていた。スタンフォードアーティフィシャル・インテリジェンス・ラボラトリーの所長を務めていたが、2012年、デビッド・ステイブンスとマイク・サッコールスキーともに、 ユーダシティを創立し、科学、技術、工学、数学などの分野の事業を無償で提供することに勢力を注いでいる。また、Google Glass を開発した Google X の社長も務める。スランは2005年度 DARPA ーーグランドチャレンジで勝利した無人自動車、スタンレイの開発を率いた。スタンレイはスミソニアンインスティチューションエスナショナルミュージアムオブアメリカンヒストリーに 展示されている。また、スランの研究チームは、ジュニアという自動車を開発し、2007年度、ダーパーアーバンチャレンジでは2位となった。スランは、グーグルの無人自動車の開発も指導している。スランは、自動地図作成などに応用できるロボットにおける、確率的プログラミング技術でも知られている。彼の業績は、39歳の時に選出された、全米技術アカデミー。 2007年に選出された、ジャーマン・アカデミー・オブ・サイエンシズ・レプールディナとして認められた。2011年、スランは、マックス・プランク・リサーチ・アワード、第1回アーアイ、エド・ファイガンバーム・プライズを受賞した。ファスト・カンパニーは、スランを、世界中のビジネスで5番目に最もクリエイティブな人物と選出した。ありがとうございます。